いやーすごいな、ラバリバルドラゴンめちゃめちゃ強かったな。 XYZ ドラゴンキャノンと同じぐらい強かったじゃん。単一制限ついてないやっぱ強いね。単一制限ついてないってやっぱ強いね。 ID 漏れてるとこないよね。ないです、ないです。使ってないから、公開してないから ID。 さあシウシさんは、インセクター派が、でのぞみさんが遊戯だ。出た虫野郎、行くぜ虫野郎。カードを引くぜ、ドローモンスターカード。さあ一体全体どういうデッキなんでしょうか。ひょ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 、昆虫族デッキなんかな、ちょわかんないですね。まだちょっとスキルも何も言ってないんで、ちょまだわかんないですね。結構環境外デッキ選手権は意外とセットカード入りが結構多いので、割と最初わかんないです、アイテムデッキ。結構あれは別にいいよね、実装してもね。さあアドバンス召喚。頼むぞモンスターを特殊召喚。こいつ打点3000あげんだっけ確か。こいつはあいつに装備できて上級モンスターでレベルいくつ、これレベル10。強っ、何これ、なんだそれ、イレージョンマリオ、何が起きてる。自分のフィールドのモンスターが破壊されたターンに、自分のデッキの上からカードを5枚めくる。その中から、エンタメイトモンスター1体を選んで特殊ができる。なるほどな、エンタメイトか、エンタメイトリッキーで、こっちはあいつできてしゃ、やばいこいつ打点、あ、伊達さんあった。さあソードフィッシュはなんか常時分断の壁みたいなことができます。特殊召喚、召喚に成功した場合、いやマジでやばいこと来た。あいつにこ、あいつにこいつ装備してんだけど、完璧なハンドじゃん。一旦に一度自分のメインフェーズ時に装備カード扱いとして自分のあいつに装備または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚できる。この効果で装備カード扱いになっている場合ののみ、装備モンスターの攻撃力を3000ポイントアップする。守備表示モンスターを攻撃したとき、その守備力を攻撃力が超えていれば貫通ダメージを与えると。強すぎるだろ、どんだけ強い。さあこいつだ、バカみてえに強いじゃねえか。やばいこと起きてんな。さあソードフィッシュは召喚に成功するとまた打点を下げることができる。さあヘルセキュリティとソードフィッシュで陣内の2200のダメージ食らっていいの、大丈夫。え、はっきり言うぜハガ、出た、お前お前弱いだろ、お前弱いだろ。あギャルだんかな、ハイパーサイコンなのか。あれでちょっとアーカライトマジはスラッシュバスターとの対決見たかったな。スラッシュバスター対決見たかったな。あれはコナミの闇を暴いてるだけだから。お、さあ黒木モイノビッチをの効果、ほう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 、で貴公子やたら岬、なるほど。さあやたら岬の効果によって、持ってきたモンスター出してくるのか。さあアドバンス召喚、サテライトキャノン、サテライトキャノンだ。サテライトキャノンは、レベル7以下のモンスターとの戦闘では破壊されない最強のモンスター。さあ黒木モリノビッチでバトルフェーズに入っていく。しかしこのモンスターは相手のレベル7以下のモンスターとの戦闘では破壊されない。さあこのモンスターはエンドフェーズごとに打点がどんどん上昇していくぞ。エンドフェーズごとに、エンドフェーズごとに1000ポイント打点がどんどん上昇していくぞ。さあテライトキャノンは、あのずみさんお疲れ様です。スラッシュバスター強かったね、なんか打点下がったけど。さあ、シャインエンジェルで攻撃。さあシャインエンジェルじゃなくて黒木森の道の効果発動。守備力が1500以下のレアメタルレディ。うち誰だよお前、お前誰だよ。全身がメタルの装甲で覆われている女戦士、レアメタルストロージャーと融合しパワーアップする。お前誰だよ。さあ強化支援ミカエビアーマーガッツ
つえ、このカードが、装備されている場合、このモンスターはですね、効果の対象にならないんじゃなかったっけ確か。装備モンスターは相手の効果の対象にならない。強い。そして自分のフィールドの機械とかモンスター一体対象にしてこの、カードを装備することができると。で、効果が戦闘で破壊される場合、代わりにこれを外せると。あー、これは強いぞ。サテライトキャノン育成計画、サテライトキャノン保管計画。当てた、ネクロフュージョンだ。さあ、レアメタルレディとレアメタルソルジャーをゲームから除外し、融合召喚レアメタルナイト。弱打点。何1200って、どういうこと。このカードはモンスターと戦闘の場合、ダメージステップの間攻撃力が1000ポイントアップする。なるほど。じゃあ2200ってことね。またこのカードは特殊召喚されたターン以外の自分のメインフェーズ時にこのカードをエクストラデッキもしてレアメタルバルキリー1体をエクストラデッキから特殊召喚できる。なるほど。お前弱すぎるだろ。お前何なんだよこいつ。でサテライトキャノン飛んできた、飛んできた。シャインエンジェルの効果で。なんだこのモンスター。有効の使い手、有効の使い手、有効の使い手。まさか伝説のモンスターを融合召喚する気か。伝説のモンスターを出たテグダからマジックカード融合も発動。融合の効果によってテグダ墓地、あ、テグダフィールド上より融合素材を墓地のグリー、サテライトキャノンを3体墓地のグリー、サテライトレーザー X06S バルサムを融合召喚。さらにゲットライト発動。やばいことしてる。ゲットライドって、ゲットライドってやばいこと起きてる。サテライトレーザー X06S バルサムに強化支援メカヘビーアーマーをね装備してますんで、このカードを装備していると効果の対象になりませんので、このカード今無敵です。そしてエンドフェーズごとに、無限に打点が3000ポイントずつアップしていきます、このモンスターは。そして貫通能力を持っております。これは天才だ。この大会毎日開催。うわ、パルスボム。さあ、パルスボムの効果によって横にされていく。さあ、こいつは戦闘で、あ、なるほどね、バトルフェーズ入る前にやるっていうことね。はいはい、殴られた瞬間ってことね。さあ、9000ですよ。打点9000、フュージョンウェポン、やばい。でも一応ヘビ強化 CM がヘビーウェポンの効果によって戦闘効果では破壊されない、一回だけ。そしてゲットライド。ゲットライドどんだけ強い、ゲットライドどんだけ強い。やばすぎるだろこれ。ゲットライドファース。ファース。一番ダメージオーバー、9999ダメージオーバーじゃんこれ。9999ダメージオーバーしてんじゃねえよ。そっち殴るんかい。パルスボムだ、耐久だ。パルスボムで横にされていく。さあ、攻撃できなかった。さあ、サテライトレーザー X06 バルサムの攻撃力が元に戻る。これはやばい、これはやばい。神ゲーだな、神ゲーだわ本当に。ちょ、払いたい払いたい、マジでちょっと腹が痛い。融合、なるほど。でもこいつ一回戦闘で破壊されないけど、あれこれもしかしてさ、え、待って、2体で殴られたらこれ死ぬんじゃない。ちょっと待ってくださいね、これ待ってくださいね、これ2体で殴られたらこれ死ぬんじゃないですかこれ。あ、あれ
強モンスターバルサムが、そんなバカな、なんということだ。いや、あのね、あの人ね、この人戦闘破壊体制についてですね、なんかこれで融合してんのに、この戦闘破壊体制あるやつで融合してんのに、なんか知んないけど融合すると弱くなるんですよね。融合するとね、戦闘破壊体制なくなるんですよ。残りデッキ6枚、いやもう何もできんだろこれ。バルサム、誰か2人分、誰か2人分だ出ればいいんじゃないか。俺、じゃあ俺1人分で出るから、このマンジョメサンダー様に挑んだことを後悔する。お前の、あれじゃ反逆の人妻いくぜ、俺のターン、マグマグスラッシュマスター出ればいいんじゃない、2回魔法発動、そしたら人数足れるんじゃない。ここだ、モンスター今日全部順位決めておきたくない、だってまた別メールまでターンエンド後悔するなよ。レッドワイズブラックドラゴンソード、普通に融合召喚、シンプルに融合召喚きた。俺のターンだ、カードを引くぜ、バトルだ、さあ行くぜ、モンスターでダイレクトアタックだ。オムエっていいの、じゃあオムエっていいと俺入るわ。じゃあリバースカードだ、それで参加しよう。トラップ発動だ、さあ結集発動、おっと、さあ結集の効果によって相手がドラゴン族なのでドラゴン族を特殊ができる。強い、それは強い、さあそれは強い。さあこのカードを戦闘破壊するとドラゴン族がいっぱい墓地を送られるんで、それは嫌だっていう話ですよね、これね、多分。でドラゴン族が破壊されると霊園の守護者は特殊召喚できると。モンスターに攻撃だ、さあ破壊されるマスクドラゴンの効果と霊廟の効果、さあ霊廟が墓地から特殊召喚されているマスクドラゴンの効果でまた特殊召喚できる。さあこれは盤面維持力が高い、モンスターを特殊召喚、さあ行け、モンスターを特殊召喚、さあモンスター効果きた、オットワイズセイバードラゴン、光属性モンスターをリリースし、オットワイズセイバードラゴンはオットワイズドラゴン墓地の特殊召喚できる。モンスターを特殊召喚、さあこのモンスターは相手のモンスターを戦闘で破壊した場合、その後に、モンスターを1体選んで破壊することができる。まあ今1体しかいないからあんまり関係ない。モンスター効果発動、さあオットワイズセイバードラゴンの効果、あれこれドラゴニックフュージョンあるな、これさては、よしこれドラゴニックフュージョンあるな、ドラゴニックフュージョンあるな、きた、竜の鏡ドラゴニックフュージョンの効果発動、墓地のドラゴン族モンスターをゲームから除外していく。ちょうど5枚かな、1、2、3、4、5枚、さあ墓地にはドラゴン族モンスターが5枚、ほほ、あオットワイズ残す、さあオットワイズを残し、モンスターを融合召喚、融合召喚、ファイブガッドラゴン、ザコは引っ込んだろ、モンスターで攻撃、攻撃力5000、一作の結集、つえ、俺の忍べ、かっこいいこの番で、特殊召喚、かっこいいこの番で、ダイレクトアタック、ここだ、レッドアイズスピリッツ、ここだ、モンスターを特殊召喚、つえ、攻撃しろモンスター、モンスター効果発動、オットワイズ。オットワイズの効果によって2200のダメージ、そしてディスティリドローもケアしていく、これはプレイングがうまい、これはシンプルにプレイングがうまい、これすごいな、この盤面、この盤面すごいね、ファイブゴッド、セイバー、オットワイズと、さあオットワイズドラゴンで戦闘で破壊したので700ポイントのダメージ、おっとお互いに似たようなギミックを搭載している、さあマスクドラゴンが特殊召喚されていく、で700ポン、次ディスティレードローが入りますね、一応ターンエンドなんだ、なるほどね、次ディスティレードローが入ります、さあこのカードにかける、好きなカードを引いてくれる、所長は退場戦でお願いします、了解、俺大将でいいの、まっ、いやこの目を信じるぜ、この場面めっちゃかっこいいわ、これちょっとあのパースピーで見よう、かっこよこれ見て、この場面かっこよ、ヘルモンスの手見た、
さあヘルモスの爪の効果やばい。だってやばいぞこれ。だってやばいじゃないか。モンスターを。あ、でも除外してるからそうでもないか。除外してるからそうでもない気がするな。モンスター効果発動。ヘルモスの爪で、ブラックドラゴンソード。さあ行くぜ。モンスターに攻撃だ。打点超えられて草。打点超えられて草。やばいこと起きた。やばいこと起きた。ガチでやばいこと起きた。ファイブコット出して最強だと思ったら、まさかの6400出てきて、6400のマスクのドラゴンとかいう、なんか猿中の猿みたいな。ハリムシで打点8400。打点8400。やば。今のはバグルだ。調子に乗るなよ。いいデュエルだったぜ。なんだこの神を超えるマスクドラゴン。